はい、えー、皆さん、えー、こんばんは、えー、今回、何にかして言及させていただきたいかというと、速報で入ってきたニュースということで、えー、言及させていただきたいと思います、これは何かというと、奄美大島ね、えー、鹿児島県奄美大島、沖縄が世界遺産へということで、ユネスコの諮問機関が登録を勧告ということですね、えー、G 数字の記事をまず読ませさせていただいて、その後改正させていただきたいと思います、まあ、このチャンネルをご覧いただいている方から、ぜひ、言及してくださいということがね、何人かがありましたので、言及させていただきます。 日本政府が世界自然遺産に推薦している奄美大島、徳之島、沖縄県北部及び入表島、鹿児島沖縄両県について環境省は10日、ユネスコの諮問機関、えー、国,国際、ね、自然保護連合が登録は適当と、えー、勧告したと発表したということです。7月16日から31日にオンラインで開かれるユネスコの世界遺産委員会で正式に決まる見通しということで、 登録期間、韓国から3年を経て、えー、世界遺産を大きく前進するということです。奄美沖縄にはえ奄、ー、美のえー、黒うさぎや。 ヤンバルクイーナなど多くの貴重種が生息する。日本政府は当初ね、2018年夏の世界自然遺産登録を目指し、12年17年2月にユネスコを推薦。しかし、IUCN は18年5月、希少な動植物を保護するための対象区域を包括的に指定できないだとして、登録研究を勧告したということです。政府は対象区域を見直し、20年の登録を見据え、19年2月に推薦書を再提出。しかし、 20年はですね世界的な新型コロナの感染拡大により同年夏に中国での開催を予定していた世界遺産委員会が延期され ICUAN の勧告も先延ばしになっていた奄美・沖縄,沖縄が世界自然遺産に登録されれば白神山地、これは青森、秋田両県ですね屋久島、鹿児島ね、知床、小笠原諸島に続き日本で5件目11年の小笠原諸島以来10年ぶりとなるということで 文化遺産も含める24件目ということですね。このほか、まあ、政府が推薦した日本最大級の縄文集落後の三内丸山遺跡青森市などを含む北海道、北東北の縄文遺跡群の世界,文化世界遺産文化登録については、イコモスが、ね、24日の週に観光を出す見通しだということで、この件に関して言及させていただきます。 まず自分自身がですねあの世界各地、世界遺産の場所を訪れてきたし、九3三角投稿ねでね、えー、国内に関しても、まあ、今までいろいろと回ってきて、えー、昨年、まあ、北海道行ってね知るとこも行きましたし、青森は去年行ったんだけど、ちょっと白神山地の方まで行くのに冬になっちゃってね、ねちょっと残念ながら行く時間というか、冬でちょっと入れないところもあったと思ったので、だからちょっとやめたんですけど、まあ、いずれは行きたいと思ってます。そして最後のので青森市の 山内丸山遺跡という、これも指摘させていただきました、まだアップしないんだけど、ここもですね世界遺産に今登録されする、まあ、申請してるってことを、ガイドの方からね、ね案内人の方からいただいて、えー、いただいたんだけど、えー、その中でまあ自然遺産ということでね、えー、まあこれはほぼもう確定して、こちらがまあ日本側がね、まあ、拒否しなければ、もう登録は適当と勧告されているので、そのまま世界遺産登録でしょう。で えー、これに関して、ね、まあ、よく言われるのが、えー、よくコメントで、ねえー、書いてあるのがね、現実よく分かってない方が書いてるのが、観光客が退去して訪問、結果、その自然が壊れたら意味もないと、きちんと制限して、今の自然を守ることが重要と言ってるんだけど、あの世界遺産っていうのは、その意味も含めて、えー、世界自然遺産だから、ね、世界遺産だからこれ、守らないといけない、知るところだって結局はあの、人の手が入れないようになってるわけだからね。 そのような形で、ある意味、自然保護の観点からすると、やっぱり世界自然遺産ということで登録されるってことはいいことだなって思うところですね、なので、その中で喜ばしいことかなって感じはします、白神山地はまた行きたいし、屋久島に関してもね、また今年行く予定です、あと小笠原諸島も行きます。 なので、えー、行ってないところもね、えー、必ず行きます。で、三代リア遺跡は行ったんだけど、まあこれもね、世界遺産登録になってほしいなって思うところではあります。今までは、世界遺産っていうとね、数多くのところに、まあ国内外で行ってきましたけど、やっぱり素晴らしいところが多いです。まだまだね、日本、この彦根城に、彦根城、この間行きましたけど、彦根に関しても、彦根城に関しても、世界遺産を申請するようなね、動きもあるということで、 えーまあ、実際、自分自身が見させていただいて、現存 12, 12天使の一つということで、まあ、昔から400年前からあるということでね、まあ、しっかりとしたものが残っているということで、十分やっぱり推薦できるものじゃないのかなって思うところです。えー、ということで、あのー、沖縄ということでね、沖縄に関してはね、まあ、3年前に行って3回目でしたけどね、で奄美大島に、奄美あっちの世論島行ったことあるんだよね、うん、奄美の方でね。 また沖縄に関してはいずれまた落ち着いたらですけど、再放したいと思っていて、えー、ぜひとも今までね、沖縄の動画も数多くアップしてますので、再生リストでこの後ね、最後のも貼り付けますので、えー、ぜひご覧いただければと思います。ということで、とにかくね、まあ、日本人にとっては嬉しいことですね。えー、ということで、おめでとうございます。ということでね。